この動画では、可逆性血管萎縮症候群 RCVS の画像診断についてお話ししていきます。RCVS は、突然の非常に激しい頭痛である雷鳴頭痛を起こす疾患ですけれども、雷鳴頭痛があった場合には悪夢膜下出血をまず鑑別に挙げると思いますが、この RCVS もその鑑別に挙がる非常に重要な疾患です。この動画では、可逆性血管萎縮症候群の病態について、そして、RCVS の診断に有用な画像所見について知った上で、MRI の撮像シーケンスをどのように組み立てていけばいいのかについて詳しく説明していきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて詳しく説明していきますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。まずは症例から見ていきたいと思います。62歳女性で、突然の激しい頭痛である雷鳴頭痛と視野障害を呈した患者さんの画像です。拡散強調画像で、左の後頭葉に高信号があり、ADC マップで低信号となっており、脳梗塞として矛盾がない所見です。フレアでは、同部位は高信号となっており、発症から 4.5 時間以上経っているものと思われます。脳梗塞については、これらの動画が参考になると思いますので、概要欄に貼らせていただきます。この部分は、後頭葉の視覚に関する部分であり、この部分に脳梗塞があるということで、視野障害という症状は矛盾がないように思いますけれども、この雷鳴頭痛というのはどうなんでしょうか。そこで MR アンギオグラフィーの画像を見てみると、血流が非常に乏しく、術状の狭窄などが見受けられます。特に中大脳動脈、M1、前大脳動脈 A1、後大脳動脈 B2 あたりが顕著なように見えます。脳の血管解剖については、これらの動画が参考になると思いますので、合わせてご覧ください。こちらはこの方の1ヶ月後の MR アンギオグラフィーの画像ですけれども、血流が全然違うことがわかります。つまり、この方は一時的に血管が萎縮、つまりスパスムを起こしていたということになります。以上の画像所見と臨床所見から、可逆性血管萎縮症候群 RCVS と診断されました。可逆性血管萎縮症候群リバーシブルセレブラルバソーコンセレクションシンドローム RCVS は急性に発症する雷鳴頭痛サンダークラップヘディークと言いますが、こちらを手術し、名前の通り可逆性の脳血管萎縮を伴う症候群です。若年性時に後発し、女性に多いとされています。頭痛は一過性で数日から1週間以内に消失することが多く、血管萎縮を起こすということで脳梗塞やくも膜下出血、後で説明しますが、特に沿外部のくも膜下出血の原因として重要な疾患です。発症基準としては、交感神経の過活動状態、脳血管内皮細胞の機能異常、酸化ストレスによる血管収縮等拡張の制御障害、血液の関門の破綻が言われています。その誘因や背景因子としては、薬剤、出産後、性交、寒暖差、過度のストレスなどがあるとされ、このような誘因をしっかりと聞き取ることが重要です。診断基準としては、急性の強度の頭痛、しばしば雷鳴頭痛がある、局所神経症状あるいは痙攣はあることもないこともないとされています。雷鳴頭痛の特徴としては、短時間に頭痛を繰り返す、不穏で暴れ回る頭痛が特徴的とされており、特にこの短時間に、頭痛を繰り返すというところが重要で、2週間に2回以上あった場合には、最初にこの症例を考慮すべきとされています。一層性の経過をたどり、発症1ヶ月を過ぎると新たな症状は認めず、このような脳動脈の部分的な萎縮を、カテーテルや MR アンギオグラフィー、CT アンギオグラフィーで認めます。また、脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血を除外する。そして、正常あるいはほぼ正常の髄液所見。このような、部分的な動脈萎縮に関しては12週以内に正常化を認めるとされています。可逆性血管萎縮症候群の診断スコアリングとして RCVS スコアがよく使われます。こちらは頭文字がそれぞれ RCVS2 つの項目を使って点数付けする方法です。再発性もしくは単回の雷鳴頭痛。内頚動脈障害、血管萎縮の原因として薬剤、出産後性交があったかどうか、性別はどうか、くも膜下出血があるのかどうかによってスコアリングを行います。内頚動脈障害に関してはマイナスの点数ですけれども、雷鳴頭痛に関しては5点と非常に高い点数が付けられます。この診断スコアリングに当てはめ、
5点以上だった場合には感度 90%、 得意度 99% で RCVS と診断することができます。2点以下の場合には感度 85%、 得意度 100% で RCVS を除外することができるという非常に優れた診断方法です。続いて RCVS の画像診断について見ていきたいと思います。重要な画像所見としては脳血管練縮、フリアでの脳構内の高信号、症例でもありました練縮による脳梗塞、脳出血に関しては特に円蓋部くも膜下出血が重要なのでピックアップして取り上げていきます。プレスをはじめとする脳浮腫、 ASL での管流低下について見ていきたいと思います。脳血管練縮に関しては携帯上は術上、ソーセージ上、分節上と例えられます。 RCVS の血管練縮の特徴として急性期は末梢の血管練縮が起き、経過で急進性に血管練縮が移行していくセントリペタルプロパゲーションの概念が提唱されています。初回の検査は中大脳動脈の M2M3、 高大脳動脈の P2P3 が多いとされ、急進性移行後は M1P1 に移行していきます。末梢の病室がやや不十分な MR アンギオグラフィーでは初回の検査で一見正常に見える場合があるので注意が必要です。よって比較的短期間にMR アンギオグラフィーを繰り返し撮像し比較することが重要とされています。血管練縮に関しては通常12週以内に正常化します。続いてフレアでの脳構内の高信号についてです。ハイパーインテンスベッセルズということで HV と略される所見です。こちらフレアの画像で様々な高信号が見受けられますけれども、こちらが HV の所見です。練縮に伴って皮質間の吻合子のスローフローを反映した所見と言われており、血清の信号ではありません。こちらの所見についてですけれども、脳の血管というのは例えば中大脳動脈と高大脳動脈というふうに別々の血管のように名前がついていますけれども、先っちょの方で実は手をつないでおり吻合を作っている特徴があります。それらの吻合は通常顔を出す必要はありませんが、練縮などによって一部の血流が滞った際にその部分の虚血を免れようと、その吻合から血液を送り出し助け合うという性質があります。その吻合子の血流については非常に遅い特徴があり、そのフロー、スローフローが原因でフレアで高信号になるというのがメカニズムです。通常フレアでは血流というのは低信号になります。それはなぜかというと、フレアでは信号を出すのに90度パルスと180度パルス両方当たる必要がありますが、通常は90度パルスが当たったとしても血流としてどっかに行ってしまうため180度パルスを受けることができず信号を出すことはありません。しかしこのような非常に遅い流れの場合には話が別で、90度パルスと180度パルス両方当たることができるため、このような高信号になるというふうに言われています。フレアについてはこちらの動画でも詳しく解説していますので、こちらも参照いただけたらと思います。RCVS の一部の症例ではこのような HV の所見を呈するものがありますが、 HV 所見がある RCVS では血管練縮の程度が強く、虚血やプレスなどを起こす率が高いということで非常に重要な画像マーカーとなっています。このような所見上、くも膜下出血とよく似ており鑑別が必要になりますが、くも膜下出血は脳梗に沿った高信号になりますけれども、このような HV については例えばこのような点状、このような曲線状、直線状といった形態が一つの見分け方となります。またフレアに加えて T2 スター強調画像や直立強調画像を合わせて読影することで鑑別することもでき、くも膜下出血の場合には血腫の部分脳赤血球が変性を起こしているため、直立効果により T2 スター強調画像などで脳梗が低信号となるのに対して、 HV 所見のあるフレアの高信号ではそのような低信号にはならないというのが鑑別の意思上になります。可逆性血管練縮症候群はくも膜下出血の原因となりますが、脳の上側の蓋である円蓋部付近のくも膜下出血の場合には特に注意が必要です。こちらは円蓋部くも膜下出血を原因別に並べたものですけれども、高齢者では脳アミロイドアンゲパチ、若年者では可逆性血管練縮症候群が非常に大きな割合を占めています。よって若年者でこのような所見が見受けられた場合には、まず RCVS を疑うというのが臨床上非常に重要な見方ということになります。続いてプレスをはじめとする脳浮腫についてです。プレスはポスティリアリバーシブエンセファロアシーシンドロームの略で、
急激な血圧上昇や薬剤によって脳血管内皮に障害をきたし、自動調節脳の機能不全により血管性浮腫を呈する急性脳症です。過逆性の脳浮腫を呈し、フレアで皮質皮質化、深部白質、大脳半球境界領域に高信号を有し、 ADC 値の上昇を伴う血管性浮腫とされています。こちらの症例は左の後頭葉にフレアでこのような浮腫がありますけれども、同部位は拡散強調画像で高信号、 ADC 値は低下しているというよりもむしろ上昇しているというのがプレスの特徴となります。血管性浮腫と細胞性浮腫などについてはこちらの動画を参照いただけたらと思います。痙攣が主症状となっていますが、意識障害や視野視力障害、偏麻痺、失語、不随運動、小脳失調など非特異的な症状を呈します。RCVS の症例の中にはこのようなプレスを合併する症例があり、17から 38% 程度の割合で合併すると言われています。血管内皮の障害による脳血管の調節障害というのが RCVS と病態として重複しており、その結果血液脳関門の破綻、血管性浮腫を起こすとされています。プレスはポスティリアということで頭頂後頭葉に多いですけれども、前頭葉や側頭葉、小脳、基底核、脳幹などにも発生すると言われています。 RCVS と合併する症例などについては、 RCVS の中で M1 や P2 に連縮がある症例で、境界領域である大脳後部にプレスと虚血病変のリスクが高いとされています。続いて ASL での寒流低下についてです。 ASL はアーティリアルスピンラベリングの略で、非造影で血液の寒流画像を得る撮影法です。 RF パルスを用いて血液のラベリングを行い、ポストラベリングディレイという待ち時間を置いて撮影します。 RCVS で連縮を起こした血管というのは当然寒流が低下するわけですけれども、それを ASL を使って捉えることができます。こちらは高大脳動脈に連縮を起こした出産後の女性の症例ですけれども、 ASL の画像でこの寒流低下域を捉えることができています。連縮が正常化した後は寒流の回復も ASL で捉えることができています。このように低寒流を捉えることができるわけですが、 MR アンギオグラフィーよりも高い感度で低寒流を検出できたという報告があり、 RCVS の患者さんにおいて ASL の撮像は有用です。また RCVS では TIA 症状が多く報告されており、 TIA 患者には ASL が有用な報告もあります。 TIA に関してはこちらの動画で詳しく解説していますので、そちらも参照していただけたらと思います。最後に以上の画像所見から RCVS の診断に有用な MRI の撮像シーケンスについて見ていきたいと思います。なんといっても脳血管連縮の評価が必要なので MR アンギオグラフィーは必須。脳梗塞やプレスを合併する場合があるため拡散強調画像、 HV 所見や円外部くも膜下出血の検出にはフレア、また通常のくも膜下出血や円外部くも膜下出血があった際には磁化律効果を反映して低信号となる T2 再強調画像や磁化律強調画像、そして時間的に可能であれば寒流低下を感度よく検出できる ASL があると良いと思います。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は過逆性血管連縮症候群 RCVS について見ていきました。ライビー頭痛、サンダークラップヘディークを呈する疾患として重要で、頭痛の特徴としては短時間に頭痛を繰り返す、不穏で、暴れ回るという特徴があります。若年成人、特に女性に多く、このような方のライビー頭痛の場合には必ず鑑別にあげる必要があります。円外部くも膜下出血の原因として重要でした。また誘因として薬剤や出産後、性交、寒暖差、過度のストレスなどがあるため、撮影のポジショニングの際などにこういった背景因子について聞き取りが可能であれば聞いておくといいと思います。また画像所見としては脳血管連縮、フレアでの脳構内の高信号、つまり HV の所見、円外部くも膜下出血、プレスをはじめとする脳浮腫、脳出血や脳梗塞、ASL での寒流低下について見ていきました。以上のことより、撮像シーケンスとして有用なのは、MR アンギオグラフィー、拡散強調画像、フレア、T2 スタや磁化律強調画像、ASL となります。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。
動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。